はい、どうも、ウィー店長です。ですね、ちょっと今からちょっと引っ張りますんで、こうやってちょっと寝てるさっぱり分からんと思うけど、こうフレームをチェーンでガーッてこうやって引っ張ってんねんやんか。今ちょっと張った状態やねんけど、だからさっき言ったそこの部分をちょっと今から引っ張りますんで、まあ多分みんな何言ってるさっぱり分からんと思うけどね、一体何やってんねん。まあ、見といてください。とりあえず、まあ、こんなんもできるという程度で、まあ、とりあえずフレームやわな。どうしてもやっぱスーパーはでも縮んでしまうから、さっきの言ったシワちょっと今から引っ張りますんで、見えるかな、見える、わかるかな。ちょ話そうか、こっちの方がいいか、こっちの方がいいか、こうしようか、これわかる、このシワですよ、このシワ今から引っ張ります。よいしょ。ちょっとなんか何やってるかさっぱりわからないと思うけど、まあよかったら見てください。骨をする前に必ずですね、このエアホースとこのちょっとこれ水ですよね、ちょっと火燃えへんように注意してあります。ですね、とりあえず引っ張りましょう。ちょっとガスで炙ってあります。よいしょ。一応裏はバラしてあるから、さっきシール剥がすわ。これなんかシールがすごいわ。これなんかアンダーコートがすごいから、さっきアンダーコート剥がしましょう。剥がしてしまうわ。そうじゃなかったら燃えてしまいようから、下手したら車が燃えてしまいよう。よいしょ、ちょっと待ってな。見えるかな、これ見よる、このシワ見よる、これやで、ここやで、ここよし、これちょっとマシになるやろ。どうしても外車やから、あのアンダーコートがどうしても、あれなんでアンダーコートがどうしてもな、あれやね、アンダーコートの量が多いから。よいしょ。よいしょ。さあ、やっていきましょう。よいしょ。やけどさっぱり分からへんやん。おお、怖っ。よいしょ。ちょっとずつ引っ張っていこうか。ちょっと待ってや。よいしょ。ちょっとずつ引っ張っていきます。よいしょ。よいしょ。ちょっと出た？俺さっきちょっと引っ張ったとか見えんかったんやけど。出たかな？もうちょっとチェーンしようか。ちょっと曲がっとるね。ここはちょっと曲がって、これ分かる？曲がってんの。ちょっとよっしゃ。もう一回引っ張ります。
よいしょ。あ、そうそう、これ、ね、あの何やったかな、この俺が前フレーム引っ張ってる動画、外国で流れとったわ。 びっくりした、この前待てや、よいしょ、よいしょ、とりあえず一旦切ろうか、一旦切ろうか。でこんな感じでちょっとちびちび引っ張っていきます。ちょっと一旦切ろうかな、もう7分やから、ちょっと一旦切ろうか。どう、もう一回だけ引っ張ろうか。ほんならもう一回だけ、ちょっと俺あれやから、なんちゅうの、あの見えへんねんけど、やってるとこ引っ張ってるから、腐れおったらすごい分かりやすいんやけど、だいぶちょっとだいぶ出てきたと思うんやけど、どうかな、ワイヤーブラシでちょっと擦ろうか、ワイヤーブラシで擦ろうか。多分もう一回ぐらいやったらだいぶちょっと出ると思うんやけど、もう一回ぐらいやったら、もう一回ぐらいちょっと炙ろうか。ちょうど10分ぐらいやし、よいしょ。どう？多分出たやろ。あと、もう一回か二回ぐらい引っ張ったら多分もう治ると思うわ。それから、このこっちのシワやねんけど、裏側の。これをどうしようかな。さっき枕くっついとったやろ。だいぶ隙間。だいぶ開いたやろ。さあから、マフラー外してくれてもいいやけど、もう外すめんどくさいから、もうこれだいぶ出たやろ、これだいぶ出た思うから、でもう、ほんで一回止めて、また後でもう一回やろう思いますね。でこういう感じで引っ張ってるから、こういう感じで、うん、今日みんなのフレーム集積とかあるやんか、今日みんな使ってるけど、俺のフレーム集積なんか使ったことないよ。もうほんまやろうもんだ、これだけでもいけるから、ちょっと待ってや、見る、ほら見て、なんか、あのさっきボコンと折れとったやん、ここのとこ。だいぶ真っ直ぐなったやろ。
これで。だから、あと多分、あと2回ぐらい引っ張ったら多分いけるんちゃうかなと思います。ですね。よいしょ。これ、こんな感じです。こんな感じ。ちょっと小葉真っ白になったけど、あの日のあれで。またいったん詰めて、もう一回あげます。あれ止まれへんな。うわ。見よる？これ。これやで。ここやで。ここ。よし。これちょっとマシになるやろ。どうしても外車やから、あの、アンダーコートが、どうしても。あれ？なんで？アンダーコートがどうしてもな、あれやね。アンダーコートの量が多いから。よいしょ。よいしょ。さあやっていきましょう。よいしょ。やけどサポラこれへんやろ、多分。おわ。よいしょ。今から引っ張ります。よいしょ。ちょっとなんか何やってるかさっぱりわからんと思うけど、まあよかったら見てください。ね、こうする前に必ずですね、このエアフォースとこのちょっとあのこれ水ですよね。ちょっと火燃えへんように注意してあります。ですね。とりあえず引っ張りましょう。ちょっとガスで引っ張ります。よいしょ。一応裏はバラしてあるから、はいどうも、ウィー店長です。ですね、ちょっと今からちょっと引っ張りますんで、こうやってちょっと寝てるさっぱり分からんと思うけど、こうフレームをチェーンでガーッてこうやって引っ張ってんねやんか。今ちょっと張った状態やねんけど、だからさっき言ったそこの部分をちょっと今から引っ張りますんで、まあ多分みんな何言ってもさっぱりわからん思うけどね。一体何やってんねん。まあ見といてください。とりあえず、まあこんなんもできるという程度で、まあとりあえずフレームやわな。どうしてもやっぱスンパは縮んでしまうから、さっきの言ったシワ、ちょっと今から引っ張りますんで、見えるかな、見える、わかるかな。ちょ話そうか。こっちの方がいいか。こっちの方がいいか。こうしようか。これわかる。このシワですよ。このシワ。ちょっと引っ張っていこうか。ちょっと待ってや。よいしょ。ちょっと引っ張ってきます。よいしょ。よいしょ。ちょっと出た？俺さっきちょっと引っ張ったとか見えんかったんやけど。出たかな？もうちょっとチェックしようか。ちょっと待って、さっきシール剥がすわ、これ。なんか、シールが。すごいわ、これ。なんか、アンダーコートがすごい、すごいから。さっきアンダーコート剥がしましょう。剥がしてしまうわ。そうじゃなかったら、燃えてしまいようから。下手したら、車が燃えてしまいようから。よいしょ、ちょっと待ってや。見えるかな？これ
による、この